テレビハムラをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。昨年はテレビハムラの制作にあたり、多くの市民の皆さんにご協力をいただき、誠にありがとうございました。今年もより多くの皆さんに愛される番組を放送していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、皆さんもお気づきだと思いますが、私は今羽村市郷土博物館にある国指定重要有形民俗文化財、旧下岳住宅に来ています。2018年最初のテレビハムラは、いつもとは少し趣向を変えて、ここ旧下岳住宅から新春特別番組をお送りします。新年の門出を祝うにふさわしいゲストをお招きし、並木市長とともに抱負などを語っていただきます。まずは並木市長から市民の皆さんへ新年のご挨拶と今年の市政運営方針について申し上げます。明けましておめでとうございます。新しい年を迎え、市民の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また日頃より市政運営にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。さて、第5次長期総合計画後期基本計画のスタートの年となった昨年は、市の将来像、人が輝きみんなで作る安心と活力の町羽村の実現に向けて、計画に掲げる事業に着実に取り組んでまいりました。その一例を申し上げますと、まちづくりのハード面では羽村駅西口土地区画整理事業の推進、羽村駅自由通路の拡幅、街路灯の LED 化などに取り組むとともに、市民の皆様に愛され親しまれている羽村市動物公園のリニューアル事業の実施、またソフト面では妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うための子育て世代包括支援センター、通称ハッピーの立ち上げなど、市民の皆様が快適に楽しく安心して暮らせる事業を実施してまいりました。このような中、市役所屋上の太陽光発電により、コミュニティバスハムランを運行するスマート交通システムエイジェムスプロジェクトが地球温暖化防止に功績があったとして、平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞いたしました。今後もこの美しい郷土羽村の豊かな自然環境を未来の市民に引き継ぐための努力を重ねてまいりますとともに、私は平成30年という新しい年も市民の皆様の笑顔が輝く年となるよう力を尽くしてまいる所存であります。結びになりましたが、本年も市民の皆様にとりまして素晴らしい一年となりますよう心からご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。さあ、旧下岳住宅の中にやってきました。ここからは並木市長とゲストの方とともに番組をお送りしていきます。それでは本日のゲストをご紹介します。アートを介した遊びと学びの造形教室、子どもの庭代表、櫛田拓也さんです。櫛田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回このような貴重な場を設けていただきまして、ありがたく思ってます。有意義な時間になればと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。櫛田さんは福島県二本松市ご出身で、およそ10年前から羽村市にお住まいです。現在中野区で子ども向けの造形教室、子どもの庭を主催しており、アートやものづくりを通じて子どもたちの思いやりの心や創造性を高めるための活動を行っています。また故郷福島県でも子どもたちのための活動を行っていらっしゃいます。事前に櫛田さんのプロフィールといいましょうか、資料を見させていただいたら、子どものためにものすごい素晴らしい仕事をしていらっしゃるということで、その話を聞かせていただきたいと思います。まずは櫛田さんの活動の様子を取材してきましたので、 VTR をご覧ください。いつか必ず振り返るですね。櫛田拓也さん、
福島県二本松市に生まれ育ち、多摩美術大学を卒業します。その後、子どもたちの未来を育てたい、可能性の原点を作りたいという思いから、2000年ライフワークである子どもの庭をスタートさせます。今ではその庭も福島、九州など日本各地に広がりつつあります。東京都中野区鷺宮、ここに串田さんの活動拠点の一つ、子どもの庭があります。子どもたちの賑やかな声が聞こえてきました。今日も大勢の子どもたちが集まってきているようです。さて、今日はどんな活動が始まるのでしょうか。忘れないようにね、1年生たち、あれ何枚あったかな。今日で終わりなんだ。今日で10枚にして。みんな普段通りじゃないんだよね。静かじゃん、ずいぶん今日。何、あのいつもの元気の良さはどう思いちゃったのって感じですけど。25歳ぐらいの時にやっぱ子どもの庭って立ち上げたんですけども、当時はね、僕はあの本当 1,2 年で、まあ、ご縁があって、その人とのつながりであのそういう子どもたちの場に立たせていただいたんですけども、やっぱやればやるほどそこに非常にこうあのなんかその大事さっていうんですか、やっぱこうつながっていくんですね。多分自分過去とかもつながってって、まあできる限りやっぱりあの日常的にこれものづくりとか表現楽しんでもらいたいなっていうのはもう日に日に増していくっていうんですかね、うん、うまいうまくないとかあのそんなことももうちょっと抜きにして、ああなんか心動いたな、なんか響いたな、ちょっとそれをなんか形にして出したいなっていうものをあの認めてあげるっていうことがすごい大事で、もうぐじゃぐじゃでも何でも僕はいいなと思って。子どもの庭でのアート活動はワークと呼ばれています。今日はマーブリングという不思議な模様を作るワークをするようです。水面に水よりも比重の軽い絵の具を垂らし、そこに浮かび上がる複雑な模様を紙に写し取るというもの。子どもたちの自由な発想をそのまま紙に写し取る世界に一つだけのアート。その自由に発想するということをとても大事にしています。串田さんは子どもたち一人一人に声をかけますが、決して何かを指示したりはしません。子どもたちに寄り添い、その発想の手助けをするのです。その距離感からか、子どもたちは串田さんのことをクッシーと呼んでいるようです。子どもたち本当にのびのびとワークを楽しみながら、自然とその発想力、想像力を養っているのです。学校の図工の授業とかはそのやっぱ決められて工作するじゃないですか。ワークとかはやっぱ自由度が高いので、やっぱり自分で好きなように作って好きなようにできる。将来の夢は漫画家になることです。クッシーと同じ、たまびに行って絵を学んでから漫画家になりたいと思うんです。なんかもっと自分の想像力が豊かになるとか、なんか国語の時間とかでもアイデアがたくさん出たりするところ。20もあるじゃん。さらに実際にここにあるの。ついた絵の具を4年生が拭き取ってあげてます。終わった。ゲゲの鬼太郎。何よゲゲゲの鬼太郎って。もうなんか ここに来る時間があの1週間の中で一番の憩いの時間みたいで、あのねもうずっと幼稚園の頃から続けているので大好きな時間だね。ゴールがなくって子どもたちの持ち味というかを出せるところがいいなと思って、いつもここの場所だと
ルールの中でいろんなことを自由にさせていただいているので本当に楽しいみたいで、この自由なルールの中でいろんなことを学んできて、悔しさだったりとか楽しさだったりとかっていうのを学んでいるのがすごくよくわかるので、もう本当に感謝しています。子どもたちって成長するごとに大事なのはね、自分の足で歩ける範囲とか、あの自分の体でこう関われることからスタートすると思うので、今ってそこを飛び越えてちょっと強い刺激のものが多いとね、やっぱそういう自分の体、あの 目なり、ね、あの匂いでも耳でも歩くでもいいんですけど、そういうところで自分の体が動いてこう獲得できる経験を飛び越えちゃうとね、なかなかそこに戻れないので、うん、そういう意味ではあの子どもの庭っていう庭は、うん、あの子どもたちが捉えられる本当にこう等身大よりちょっと上だったりが見える、あのそういう、 こう感受性を、うん、なんか響くっていうんですかね、あのその範囲の中なのかもしれないですね。やってみたいこと、可能性っていうのが広がっていくんでしょうしね、その原点があの最初の子どもの庭であるとあのいいなと思います。これからね、あのまた新たに、まあ、子どもの庭という、まあ、僕があのできる範囲でのことなんですけども、これからもきっといろんな出会いが あって、うん、あのそういう出会いをね、あの羽村でもね、なんかあるといいなと思いますし。串田さんは奥さんの孝子さんと2人のお子さん、2羽のフクロウと暮らしています。羽村に残された豊かな自然を目にしたときに、ここだと直感されたそうです。今日は福島県の保育園に連れて行くフクロウの大間のトレーニングのため多摩川河川敷にやってきました。はい、あのたまたま羽村の方で降りて、たまたまその時に、この河川敷を歩いた時にもう多摩川がとても気に入って、あ、もうこれで羽村に住むっていう風に、なんかね、あの2人でビビッと直感で、もう多分羽村だねっていう、こういうとこに住みたいねなんていう風に決めたのがそもそもきっかけですかね。はい、歩けばあの山があり川がありでね、もっと深くあの歩けばあのいろんなその生き物っていうんですかね、あのそういう、今もね鳥が鳴いてますけど、もう一言で言えばもうあのもう羽村は僕たちにとっては非常にあの住み心地が最高にいいなって、あの、まあ、今は羽村 あの子育て世代 あの一市民として、あの本当楽しくこちらで生活させていただいてるんですけど、子どもの庭のようなあのものづくりを介してあの子どもたちのこう感性をたくさんこう引き出してあげるような、あのそういった活動をまたあの羽村市 あの行政 あの方々やあの市民の方々といろいろまた出会いがあって、何かあの私たちの方でお手伝いできることが、あのこの豊かな資源というか、あの、まあ、財産ですね、あのそういう、まあ、公共的な施設や自然も含めてあのたくさん生かして、何かみんなとあの共有してあの楽しめればいいななんていうふうには思っています。子どもも親御さんもね、笑顔があって素敵でしたですね。それからやっぱりあの串田さんが支持しないとか自然体と、ああいうところでもうコメントを言うよりもあの見て感動しました。はい、そういう意味ではああいうところに参加しているあの皆さん、その地域のお子さんたちが多いんですか。そうですね、あの実際学校とか幼稚園が終わって、あの子どもたちが歩いて通える範囲にあの子どもの庭のアトリエがあるんですけども、もう小さい3歳のお子さんから今は中学生まで、長くあの地域であの私たち の, あのアトリエを
利用していただいているお子さんたち多いですね、はい、あの学校のとこも良かったですけど、その後羽村に住んで袋さんとか、はい、羽村の自然にも親しんでくださっていて、羽村に移り住んで来ていただいて、羽村が好きになってくださってるんだなという感じが映ったわけですけど、羽村の子育ての環境とか、はい、その辺はどうでしょうかね。そうですね、僕たち羽村に引っ越してきた一番の何ですかね、動機というか感動したところが多摩川周辺の自然環境っていうのに大変惹かれまして、はい、今子どもたちね、物が本当に溢れている中で、そうやって何ですかね、自由の利かないというか、こういう自然の方からいろいろ変わってくる変化というのに子どもたちたくさん感じてほしいなと思ってます。でまた私たちの家族も羽村 の公共施設とかいろんな施設にお邪魔させていただいて、大変充実した毎日を送っています、はい、ちょうど羽村はやっぱり子育て世代というか、そうした人口が少なくなっていると、全国でもそうかもしれませんから、そういう人たちが羽村に住んでいただきたい、定住していただきたい、そんなところのシティプロモーションというのをやってるんですね、はい、そういう意味では串田さんみたいな形でそれをお話ししてくださるのに感動して、集まってくれるといいなと思うし、羽村に住んでずっと住んでていただきたいと思いますけど。 VTR でも少しおっしゃっていましたが、今後羽村市内で子どもの庭のような活動をされるというお考えもあるんでしょうか。そうですね、こういった機会をいただきまして、ぜひ子どもの庭のような表現を楽しむ、この羽村の自然とかこういう公共施設等を利用して何かできるといいなという気持ちはありますね、はい、さて冒頭でもご紹介しましたが、串田さんは福島県の二本松市出身でいらっしゃいます。二本松市もまた東日本大震災の影響を受けた地域です。串田さんは震災のあった2011年に二本松市に子どものための遊び場福島グリーンキャンバスを設立し、遊びを通じて子どもたちを支援する活動を続けてこられ、現在でもほぼ毎週福島県へと足を運んでいます。今回我々テレビハムラも福島県へ同行させていただきましたので、 VTR をご覧ください。あれが安達太良山、あの光るのが阿武隈川。知恵古書の中で高村光太郎はこう読んでいます。福島県二本松市、串田さんの生まれ故郷です。震災があって、自分が福島で育ったという自覚って今までどれだけあったのかなって思い返す一つのきっかけになりました。一つはで、僕が福島県に戻って何かすることは今まで考えたことがなかったんですけども、震災をきっかけに何か子どもたちのためにできるお手伝いは今だからこそできるんじゃないかという思いで、始めたのがきっかけです。この日串田さんは二本松市の足立保育園に来ていました。子どもたちはクッシー先生に会えるのを楽しみにしていたようです。そして今日はもう一つ子どもたちが楽しみにしていたことがあります。今からみんなに見てもらうんだけど、フクロウの絵描ける人いますか？僕描けるよ、私描けるよって。こんな感じ？はい、はい、とてもいいですよ。大事なのはね、合ってる合ってないじゃないの。書いてみようかな、こうかなってくることが大事なんです。はじめまして。ベンガルワシミミズクっていう種類の名前はオーマちゃんです。ほい。串田さんがここ足立保育園で活動を始めたのは、たまたま串田さんの義理の妹さんが足立保育園で保育士をなさっていたことからだそうです。今では串田さんの活動は
多くの人々の注目を集め、この日は福島県の職員もその様子を見学に来ていました。串田さんの活動はここでも多くの人を引きつけているのです。震災の後は、私は前は別の幼稚園にいたんですが、その時は本当に1年間全然外に出れませんで、前はお家の方も触らないでっていう感じが多かったんですね。結局外にあるもの、草もそれから水も砂とかも触っちゃダメっていうのがあったんですけども、抵抗なく大丈夫だよ、触れるよ、染料もこれはないいい土だよっていうことが分かったので、もう抵抗なくもうドロドロになって、もう2年目3年目、今2年生の子たちなんかはもうドロドロの中に、自分も串先生が作った泥んこの中に、もうバケツの中に足を入れて全身からもうザーッと浴びたぐらいで、お家の人も見て、その写真見て大笑いして、すごく楽しかったねっていう。だからいろんなものにこう挑戦しようとか、不思議なこととか面白いことやってみようっていう気がすごく、やっぱり串先生の教室が始まってから多くなったのかなと思って、本当にありがたいことだと思っています。今度は子どもたちにフクロウの絵を描いてもらうようです。生き物を間近で観察しながらのスケッチ、これも串田さんの言う五感を刺激する活動の一つです。テレビに出るの？出るんだ。ここに繋がってる黒いのも描いた。はい、行きますよ。すごいいい景色ですね。苦労したこと、実は苦労というふうに思ったことが、正直あまり思い当たらない。この価値、こういうことが子どもたちにとって必要だ、すごく大事なことだよっていうのが、子どもをどうしても返して、保護者の方とか地域の方に伝えるためにはどういうふうにしていったらいいのかな、なんていうのは常々考えながら進めていました。この6年前と6年後の今がどう変わったかっていうのは、僕はまだ途中なので、なんか大人になった時にちゃんと少しでも子どもたちの栄養の一部になっていることを実感した時に、初めてやってきた意味があったな、なんて思う日が来るんじゃないかなと思って、まあ今という日がすごくね、続く、それも、毎日を豊かにというか楽しく過ごすため のいろんなこうアイディアというか、そういうものはみんなでたくさん共有しながら、一緒にその時間を楽しめる、そんな場にしていきたいなと。まあ笑顔が一番ということで、はい。まあこれが長くできる限り継続していくことで、先ほど申し上げたように、小さかった子どもたちがこうどんどん成長して、また成人していく中で、何か子どもの時のやっぱり活動ってね、子どもの時の宝なんで、やっぱこう柔らかいうちに、いろんなこう純粋なうちに、福島県に生まれて育って、よかったなって思える国際的な人も誕生するんじゃないかな、なんていう、なんかこう楽しみもあります。震災の関係というのは、やっぱりハード面での復興というのは必ず進んで、我々の目にも見えますけども、お子さんとかそういう子ども人たちに対する影響というのは、そういうの大変なことだというふうに思っております。そういう意味では遊びとか通じてですね、子どもたちに接触して、まあ子どもの心のこう痛みとか、そういう表に出てくるかどうかは別として、そういうもののをきちんと復興、子ども心の復興と変な言葉かもしれませんけど、そういうところにこう関わっていく。ただそれは子どもに押し付けるとか、そんじゃなくて一緒に共に
一緒に学びながら成長していこうと、そういうことがものすごく大切だということで、とてもいい取り組みだと思います。長い形がでやっていかなければいけない仕事かなと思いましたですね、はい、福島グリーンキャンバスでは福島県内の保育園や幼稚園で VTR にあったようなフクロウとの触れ合いや、子どもの庭で行っているような造形のワークショップを行っていまして、2011年からワークショップに参加した人数は延べ3000人にも上るそうです。また2017年には NPO 法人となり、日本貧しからの委託を受けて学童の運営も行っています。串田さん、福島グリーンキャンバスを立ち上げた背景には、やはり子どもたちの成長には遊び場が必要だという考えがあったんですか？そうですね、震災後はですね、直後っていうんですかね、は本当外で遊べない、本当に遊び場がないという、不安な状況が続きまして、で私も何か福島県で、VTR にもありましたね、何かできることないかなということで、月に一度開催したんですね。で、40人50人という規模で皆様集まっていただきまして、その時のその場の必要性っていうのはすごく感じました。で特に印象深かったのがですね、私の友人を介して、全国の地面はつながっているということで、全国各地からいろんなご当地の地面を届けてくださいという活動をしました。で北は北海道から南はもう沖縄まで、いろんな土だったり砂だったり、海岸の貝殻、いろんなものが人の手のぬくもりの感じた地面っていうのがたくさん届けられて、で大きな場所で日本地図書いて、でこう観光地巡りのように土を置いたんですね。でそこでの活動の時が一番やっぱり親御さんも喜ばれて、当たり前の土とか自然をこう泥んこで丸めるだけだったんですけども、地球団子って呼んでたんですけどね、それが本当に大事だということを皆さん本当にいい笑顔で、今は当たり前ですけど、その当時は非常に大事、皆さんのつながりってすごく感じましたし、遊びを通じてなんかこう学ぶというか、遊びという言葉も超えていくのかもしれませんけどね、関わるということの大事さを感じています、はい、それでは最後に串田さんに今年の抱負をお伺いしたいと思います。本当に昨年と変わらず、中野区の方の子どもの庭のアトリエも子どもたちが元気よく通える限りずっと継続していきたいなということと、あと福島県の方もまだまだこれからだと思いますので、求めていただいている限り最大の努力は尽くそうかなと思ってます。でまた新たなチャレンジというかということで、今年から宮崎県の都城市の方の、図書館今工事しているんですが、図書館の方でも事業として一つ関わることになりまして、子どもの新たな居場所づくりということで、挑戦というかね、お仕事させていただきます。また羽村の方でもご縁がありましたら、ぜひ羽村のこの場所で一市民ではなく子どもの庭の専門として何か関われることができるといいなという気持ちでいます。串田さんとはこの前一回出会いして、それからビデオテープを見させてもらって、鈴木の会話とこれだけの短時間でしか接する機会なかったんですけども、これだけこう素直にですねお話を聞いたりとか共感点でしょうかね、こう感じられるところっていうのは僕の経験あんまりそういうのはかも少ないからかもしれませんけど、非常に私にとってもね新鮮で貴重な方だというふうに感じている、素直に感じているところですね。そういう皆さんの良さをぜひ羽村で生かしていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のテレビ羽村は串田拓也さんをお招きして新春特別番組をお送りしました。串田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。